突如現れた謎の少女グラス。三勇者たちを一撃で退け、直文たちの全力の戦いをも軽くいなす圧倒的な力の差を見せる。フィーロは倒れ、ラフタリアの剣も折れる。話になりませんね。最後の切り札アイアンメイデンも全く効かず、絶体絶命の直文。その時波が終わりを告げ始める。一瞬の隙をつき、直文がグラスに仕掛けた行動は、次回、漆黒の違法者。ちょっとこの強さチートすぎません？